どうも。今回はですね。まあ、以前に、あの、歩行者信号を押さずに渡るっていう横断者。それをね、こう、確認できますかっていう動画を上げたと思います。まあ、実際にね、夜目の前を青信号、だから押しボタンを押さずに、そのまま渡ってるという歩行者。だからこういう歩行者をどうやって見つけるかっていう動画だったんですけれども、まあ、あれはね、歩行者信号があるっていうことで少しね、注意しやすかったかなとは思うんだけれども、今回はですね、 それもないようなところで、まあ歩行者が横断をするっていう状況がありますので、実際にそれを見ていただいて、で、それで、じゃあどうやって気づけるのかなっていうところをね、ちょっと解説をしていきたいと思います。うん で、今から見ていきます。まあ今見ていただいてる通り、片側一車線の道路で、まあ暗いですよね。まあ朝の状況になります。で、前方の方にはね、青信号があって交差点があるというような道になりますよね。制限速度はね、40キロになりますね。で、今はね、気づけたかなとは思いますけれども、まあ歩行者が横断しました。 で、ちょっとね、画像を今ね、拡大をしている状況になります。まあ、対向車はね、ずっと流れているような状況なんですけれども、まあ、こういう状態はね、夜走ったり、朝方ね、暗い時間だとあるかなと思うんですよね。まあ、特に冬だとね、朝方もこうやって暗いということにはなってくると思うんですけれども、ね、今渡ってきましたよね、先ほどね。で、もっと拡大をします。 で、ゆっくりに今見えてますけれども、速度自体はいじっておりません。拡大をしたことによって、まあ遅く感じてるというだけだと思ってくれるばいいかなと思いますね。まあ言われているからね、わかるかもしれないんですけど、まあ今渡りましたよね。まあこんな感じですよね。まあこんな感じでね、歩行者が渡ったということなんですよね。 だからまあ歩行者がそんなとこ渡るなっていう意見もあるかなと思うけれどもまあ結局は渡ってしまうということなんだよね。手前に信号交差点があります。だから通常ならもうそこを渡ってもらうべきなんだけれども実際にじゃああそこを渡りますかっていうとなかなか渡らなかったりしますよね。だからあそこの場合は押しボタンではないのでまあ反対側に渡ろうと思ったら信号変わるまで待ってなきゃいけないと。 まあ待ってる時間がもったいないなって考えたら、まあ車が途切れ、途切れたらね、渡ってしまおうっていうふうに考えやすい。特に朝とかね、夜とかね。そういうちょっと車の通りが少ないんじゃないかなと思うような感じの時ってさ、意外と簡単に渡ろうとしてしまうっていうことがあると思うんだよね。ではじゃああれをね、どうやって発見するかっていうことがすごく大事になってくるんだけれども、ちょっとそれをね、もう一回見ながら解説をしていきます。 まずはね、まあ片側一車線。非常に道としてはまっすぐで見通しがいいですよね。で、まあ制限速度40キロという道路で、まあたい40キロぐらいで走ってますよということですよね。で、自分の前方はもう柄空きです。だからこういう状態の時に、まず自分でどこを見て走るかっていうことが大事になってくるんだけれども、まずは、まあ自分側の左側の歩行者、自転車とかがいるのかいないのかっていうところにも当然注意をする必要がある。 だからね、あの、なかなか夜だと気づきにくいとこがあるので、動く物質があるのかなとかね、その程度で大丈夫です。景色がちょっとこうなんか動くものがあるのかなと。で、それから人なのか、自転車なのか、例えばバイクなのか、横から出てくる車とかなのか、いろんなシチュエーションがあると思うね。動物なのかとかさ。そういうのは後から確認でも大丈夫なので、まず左側の方に何か動くものがあるかなっていうのをね、気をつけてもらうといいかなと思います。 で、こうやって走っていく状態で見ていくと、まあ今この状態。まあ左側歩道のところをね、自転車が今ね、こっち向きに走行してると。まあライトがついてる分だけこちらからの認識もしやすいということですよね。だからまあライトはね、本当自転車つけてほしいですよね。まあつけなかあんなんだけどね。まああれも軽車量になるからね。で、まあ対向車。まあ対向車今ね、先頭が、まあ乗用車。その後もずっとね、ヘッドライト続いてると思います。 今トラックが来てその後もずずずずーっと反対側ね、並んでますよね。なのでこういう状況になった時にどこに注意するかっていうことが一つポイントになります。この場合、反対側の車線から車って飛び出してくるっていう可能性っていうのはさ、この車の隙間からさ、何か出てくるっていう可能性ってほとんどありえないよね。まあ、ちょうどね、今ね、こんな感じじゃないかなと思います。 こうやって見るとね、反対車線、車がずーっとたくさん並んで走ってくるというような状況で、まあ自分がこのような形で、まあ自分があの前のところには車全然いませんよっていう状況ですよね。まあちょうどこういう感じで今ね、車がずっと対向車が走ってきてるということですね。そのちょっと前から見ていっても、まあ先頭のところから数えると結構な数。まあトラックも走ってるっていう状況ですよね。ただからこういう状況になっているときに、こういう車の間から、 飛び出してくるものがあるのかどうかっていうとさ、まあ、それはちょっと非現実的だよね。だいたいこの、この道路は制限速度40キロなので、まあ反対車線も、まあ40キロ以下ってことは基本的にまず考えられない。ね。まあ先頭の速度に合わせて走ってるから、まあ連なるってことはそんなに速くはないと思うんで、まあ50キロ前後ぐらいかなっていうような気がする。そのぐらいの速度のあの車間距離の間を、ここの間とかをさ、こうやってさ、 歩行者とか自転車とかさ、車が出てくるっていうのは無理だよね。渡り切る前にぶつかっちゃうから。うん。なのでそこはそんなに心配する必要なくて、そういう時には、まあ反対側のこっち側の、まあこっち側にね、自転車とかさ、歩行者がいないかなっていうのを、こう走りながら確認をしてあげるっていうのが大事だよ。で、こっちの方の車とかがこうやってキュッと曲がる可能性もあるので、常にこのヘッドライトの動きっていうのは気をつける。 ウインカーはなかなか見えないんだよね。ヘッドライトがこっちを向いてる分だけね。ウインカーを出しててもなかなかこっちから認識するのはすごく難しいので。だからウインカーだけに頼ってしまうと非常に危ない。車の動きをね、きちんと認識しておいてほしいかなと。だからこの間から飛び出す可能性はありませんよ。というのが今のこの状況と。で、ここから先に進んでってっていう状況だよね。だからここからずっと車の列が並んできております。で、 信号交差点にこう接近してきてるってことだ、まあ、今、ずっと車がいなくなった状態。まあ、こんな感じだよね。でこんな感じで、まあ、代行者がこういう感じで自分がまあこういうこと,ところに降りますよということで、まあ、ここは信号交差点になるっていう状況だよね。だから見てもらうと分かる通おり、まあ、これは最後尾になると。 いう状況なので、じゃあここからどこに注意するかっていうことだよね。まあ信号は青なんだけれども、あくまでも交差点の信号が青っていうだけなので、なんかまあここのところを、なかなかこう、こんだけ車が走ってて、この状態でまあ堂々と信号無視っていうのはなかなかしにくいかなと思ね。ね、人間の心理からするとね。だからまあ信号を見ながらその辺に渡る人がいないかなっていうのだけ注意してもらえれば大丈夫なんだけれども、この車列が終わったところだよね。 ちょうど。この最後尾の後ろだよね。だから、ここを一番気をつけなきゃいけないんだよね。例えば、まあ、今の場合、歩行者が渡ったっていう状況なんだけど、ここから出てくる車とかもある可能性あるよね。だから、ここら辺に路地があったり、あの住宅があったり、いろんな状態があるときに、ここから出てくる可能性もあると、ここから出てくる車とかもさ、やっぱこの車がの列が終わったら行きたいなっていう状況になるわけだよね。 そうすると出てくる可能性っていうのはある。だから車もあればバイクもあれば自転車もあれば歩行者もあるっていう、いろろな状況っていうのがこの最後尾の後には考えられるので、だからこうやって走ってきた時に自分の中で何に注意するかって言ったら、この車の最後尾だよね。こうやって流れていく状況なんで、こうなった時にここら辺に何かこういう風なのがあるかないかっていうところを見といてもらえれば、 まあ今のは気づくことが可能であるということなんだよね。ちょうど今渡ってるでしょ今ちょうど渡り切ったんだけれども。だから今この状態。まあこの状態でちょうど対向車っていうのが途切れる状態になります。で、こっち側の前方は車がいないような状況になるので、まあここからですよね。で、この時にもう歩行者は反対車線のとこを歩いてきちゃってると。だからもうね、 今みたいな段階。だからちょうどここで、ここかな。この時にはもうここに歩いてきてるんだよね。だからこの車が通過した後にもう歩き始めてるっていう状況なんだけど、じゃあこの歩行者って、この車認識してますかって言ったらさ、 認識できないことない。今の状況を見てもらっても、今の状態でこっちから初めて車が見える、あの、歩行者が見える状況でしょう。だけど、もうちょっと前の状況、だからこっちから見えない状況だったら、向こうからも見えないよね、基本的にはね。だからこれで、少し戻すか。だからこういう状態。今の状態っていうのは、だからこの辺に車がいる状況でしょう。 ちょうど自分の歩き出そうかなっていう、この時に車が通過したところなので、ここから渡り始める状況なんだけど、じゃあこの時にさ、こっちから車来てるかっていうことをさ、考えて渡り始めてると思う、この状態で。まずさ、ヘッドライトの光がさ、そもそもあそこまで届いてない状況なんだよね。 で、ヘッドライトの光っていうのは通常あのロービームとハイビームとあるんだけど、そのハイビームだと基本的に100メートル先まで照らすような形になってて、ロービームの場合は40メートル手前を照らすような形になってるんだよね。で、今のね、ちょうど映像を見てもらうと、まあ、交差点までの距離と、その交差点の先まであるっていうことを見るとさ、 当然この状態ってロービームだよね。対向車がいる状態なんで、まあ、眩しくないように、検討しなきゃいけないっていうことなんで、下向きにしてあるんだけれども、そうすると、歩行者が渡る位置ってさ、ここからだとさ、もうちょっと手前か。ね。横断踊りもかなり手前にいるから、これさ、が40メートル以上、50メートル以上、50メートルぐらいあるんだよね。ちょうど歩行者が渡ろうとしてるところまでの距離ってさ。それに加えて、街灯もあるでしょ。ちょうど手前のとこに街灯と、 ここにも街灯は。だから向こうとこっち側に街灯が一個ずつ設置されてる交差点があるっていうことで設置してあると思うんだよね。っていうことは街灯の光が見えるってことはこのヘッドライトの光が向こう側まで伝わってないっていう状況なんだよね。この状況って。そうするとさ、この歩行者が渡り始めたっていうのは車が来てないから渡り始めたっていう風ではないよね。こっちの車がいなくなった。その時にここら辺に車が要はこういう形で来てないので その手前の時から、これが来てる。こうやって、自分が渡り始めてく前の段階で、ここから、こう走る車が全然なかったわけだよね。この車の前はずっと空いてたから。っていうことは、来ないんじゃないかなっていうふうな。だからこの列さえ流れ終われば行けるんじゃないかなっていう気になっちゃって待ってるんだよね。だからこれが通過した後にはもうここから渡っちゃってるってことだよね。 だから今この状態っていうのはもう歩行者は渡り始めてるんだよ。渡り始めてて、それで、こっちでもさ、まだ見えてないでしょ。で、これでさ、動かしていくと、もうさ、ここ。だからこの車が今ちょうど、ちょうどこの辺だよね。横断歩道のとこくらいだよね。で、この車はだいたいまあこのぐらいの位置かな。 1> 車一台分ぐらいあるような感じだ。多分こういう感じだよね。この時にはさ、歩行者さんもここまで歩いてきてんだよね。で、この時に初めて見えるんだよね。歩行者がいるのがね、こっち側はね。見ようとすると見えるぐらいだからね。今じーっといると思って見てるから見えるけど、これいると思わなかったら見えないぐらいな感じだよね。あの、街灯がこことここに2個立ってるんだけど、 その向こう側ぐらいのところを歩いてるので、正直暗いわけじゃんね。だからほとんど見えないような位置にいるということじゃない。うん。ということはさ、この車からすると、もう全然見えないような状況で来てて、この人は車が来てるということはあんま考えてないで渡ってきちゃってるっていうこと。だからこの時に、ここが明るいので、ヘッドライトの光で明るいんじゃなくて、交差点の街灯で明るいから、 明るいのは変わらないんだよね。だからその明るいのは車のヘッドライトではないから、車来てないみたいな感じで渡ってっちゃってるだけなんだよね。これが多分ね、この辺まで来てたら多分ここで止まると思うんだけど、この場合だとまだ距離が遠いので、もう普通に歩いて渡っちゃうわけでね、こうやって。ピピピピュ,ピュ,ピュ,ピュと。ね。だからこういう状態になった時に、まあ引かれてしまいますよ、ということになると。ね、この場合だとこうやって行って、今渡り終わったでしょ。 今ちょうど渡り終わるぐらいだよね。少し戻すか。ちょうど今が、ここにいるよね。ちょうどセンターラインのところにいるかな。で、この車は今この辺ぐらいの位置にいて、この対向車の通り、こうやって、ちょうど真横ぐらいをこうやって行っちゃってるぐらいかな。だからこういう状態になってるんだけど、この時にさ、 今真ん中にいるのは画像を止めてる。映像を止めてるので、わかるよね。ここにいる、ね。人影が。じゃあなんで人影がいるように見えるかっていうと、この車のヘッドライトが当たってるわけではないんだよね。状況として。じゃあなんで人影が見えるかっていうと、こっちの車のヘッドライトが当たってるんだよね。だからヘッドライトが照らしてるというか、光ってる状態が今見えてるので、 人影が要するにこっち側の方が暗いわけだよね。こっちが光が当たってて、こっち側の方が暗い。なんか裏側になるわけだよね。だから人,人間の人物像みたいな、歩いてる像みたいなのが見えるわけだよね。だこっちからの光で当たってれば、その人の姿、ね、服の色とかさ、そういうのも見えるんだけど、この状態では真っ暗っていうことは、向こうからの光の方がよく当たってるってことなんだよね。 だからこっちからっていうのは非常に見にくいっていうこと。だからそこを人が渡るのかどうかとか、そういうことまで意識をしておけば、まあこういうもの自体は気づくことが可能になる。で、よく気づけなくなるっていうのがあるんだけど、多分これ習ったと思うんだけど、あの蒸発現象って言われるものが起きると。これっていうのが、ちょうどこっち側の車と、こっち側の車のヘッドライトが、 要するに、両方から当たってしまうと、今だと、向こうの光が当たってるから、影になる、影っていうか、裏になる分だけ、こっちから見えるんだけど、これが両方がちょうどいい感じに光が当たると、こっちからの光とこっちからの光で、両方の光がこうやって重なってしまうことによって、ここに人がいないように見えちゃうんだよね。あの、ヘッドライトが眩しいので、向こう側のね。 で、向こうがどっちから見てもヘッドライト、反対側のヘッドライトが見えて、光が当たってっていうことで、ここに人がいるように見えなくなってしまうっていう状態が、まあ、蒸発現象になるんだけれども、だからそうなった時には、もう気づけずにぶつかってしまう。だからこういうところを渡るのは非常に危険なんだよってことだけど、渡るよね。 だからこう、じゃあ横断歩道を渡れるっていうことなんだけど、結局横断歩道で待ってると、信号変わるまで待たなきゃいけないわけじゃん。だからこうやって途切れた時には、渡れればいい、渡りちゃうわけじゃん。だから人間の心理でそういうふうに働いてしまうので、だからいつでもどこでも渡ってくる可能性があるんだよっていうことだけ思っといてほしい。 で、ここの場合だとね、その交差点の手前はさ、あのガードパイプが立ってるでしょ。だからガードパイプがあるので、交差点の手前を渡ろうっていうのは難しいよね。わざわざまたいで渡るぐらいだったら横断歩道を通ってった方がいいわけだよね、この場合。っていうことは向こうの人も、ここにガードパイプがあるので、ガードパイプの向こう側から渡ってるね。<laughs> そう。だからそういうところまで、あの、よく見といてあげると、こういうのを気づくことができるかなと。 だから見るポイントとしてはそういうこと。だから反対車線の車の途切れた時っていうのは非常に注意してほしい。だある程度の列で走ってる状況っていうのはその間から通ってくるってことは、まあ基本的に通れないので、通ったら引かれちゃうだけだから、こっから出てくるってことはないんだけれども、この列が途切れる。だから向こうからもうちょっと離れたところで開いたりするとこのチャンス狙ってくるっていう人は当然出てくるし、車とかもそういうのがあるので、そういう途切れるタイミングっていうのは非常に気をつけてほしいんだよね。車で走っていくと。 特に夜っていうのはよく見えないから。あともう一個。その大事なのは、要するに速度だよね。制限速度。まあその速度をどのぐらいの速度で走ってるかっていうのが非常にポイントになってくるんだけど、まあ今回だいたい40キロぐらいでここ走行してます。で、ここのところは、まあ40キロの道路なんだよね。まあ実際にこれだけ直線で見通しがいいっていう状況になるとさ、もっと出るよね。で、もうこの状態で、あの、 顔のところで撮ってるのもこれ一緒についてるけど、下をチラチラ見てるのは、あのスピードメーター見てんだよね。だから速度が出ないように調整してる。40キロ、この道路でなかなか40キロで走るっていうのは難しいんだよね。どうしてもアクセル踏んだら出てしまうので40キロ以上っていうのは。のだから50キロぐらいにはなっちゃうんだよね。抑えて走っててもさ、どうしても。 だからそれを出すぎないように、こうアクセルをオフしたりして走るからちょっと目線が下の方に行ったりしてると。だからあんまり速度意識すぎると前見てないっていう状況になるので逆に危ないんだけれども。だからそういう状況で速度っていうのを注意して走ってるので、まあ今の場合っていうのは全然大丈夫でしたよと。これが時速40キロで走ってると、1秒間にだいたい車っていうのは11メートルちょっと進むと。で、50キロ。 時速50キロで進むと13メートルちょっと進むと。で、時速60キロになると16メートルちょっと、17メートル弱走ると。1秒間にね。だから10、40キロの、時速40キロで走ってるのと60キロで走ってる。速度差20キロあるんだけれども、だいたい5メートルちょっと。 進む距離が違うんでね。5メートルちょっとって言ったら車1台分より長い。通常の車だいたいミニバンとかで4メーター60とかだし、まあ、この車だと4メーターない。3メーター90ね。コンパクトカーとか3メーター90とか、そのぐらいなので。なので、コンパクトカーフィットとかさ、ヤリスとかさ、ああいう車とかになると4メーターぐらいなんで、まあ、だいたい1.5倍ぐらい。1秒間に車1台分ぐらい、まあ、こんな感じになるんだよね。1秒経つと。 時速40キロだとここだけど、60キロだとここまで進んでると。1秒間でね。だから次の1秒になっていくと、まあ、11メートル進んでなると、60キロだとまあここまで行くってことだよね。状況としてね。だからスタート地点もここで同じだとして。 例えばここで同じ、速、同じ状態からスタートして、時速40キロの車っていうのは、1秒後にここに行くけど、60キロの車っていうのは、だいたいここまで進むってことだよね。1秒経つとね。で、2秒経つと、今度この車っていうのがまたこのぐらいまで進んでいくんだけど、60キロの車って、要するに3台、4台分ぐらい前まで進んでいってしまうわけだよ。時速60キロっていうのはね。だからこのぐらい差がついてしまうんだよね。 っていうことは、今のこの状態を見てもらってもわかる通り、今かなり余裕がある状況だよね。だからもうこのぐらいの位置、まだこのぐらいの位置の時に、まあここを渡ってるから、まあ十分だよね、距離としては。多分これで50メーターぐらいなのかな。40メーターか50メーターぐらいある距離かなとは思うんだけど、例えばこれがもっと手前のところから、まあ走ってきてるじゃん。もっと手前から走ってきてるから、この走ってきてる状況で、 時速40キロなのか60キロなのかっていうと、1秒間に5メートル以上差がつくので、例えば手前10メ、10秒手前のところから。だから今これで4、ね、6時15分40秒なんで、そうすると30。こっか、ここが10秒前だよね。だから10秒前の状態から、例えばさ、ここからスタートしていくじゃん。そうすると、例えば40秒のところまで行くよね。 ね、今2でしょ、3でしょ、4でしょ、5、6、7、8、9、10。で、これで10秒だよね。で、10秒で今ここまで来ました。ってことは10秒進むと、時速40キロの車の到達地点よりも、60キロの車の到達地点っていうのは、要するに1秒かに5メートルちょっと進むので、なんか50メートル以上。だから60メートルぐらい時速60キロの車っていうのは前を進んでるってことでしょ。 っていうことは、今ここにいるっていう状況で、だいたい歩行者のところまで、今50メートルぐらいかなっていう雰囲気なんだよね、距離として。っていうことは、60キロで走ってると、ここにいるってことでしょ。もう。<laughs> だから、あの感じで渡ってきてたとしても、もう、ここの時点でぶつかるんだよね。あっ。だからこの渡ってる人が、 こっちの車のことをどれぐらい注意してるかにもよるけれども気にせずにこの車が行って今車が向こう側は全然来てなかったからってひゃーって渡ってったらこっちの車が60キロで走ってきてたらもう間違いなくぶつかるっていう位置関係なんだよね40キロだから余裕に見えるんだけど60キロだったらもう全然危ないっていうことなんだよねだからそのタイミングが重なってしまった時に、まあ、事故につながってしまうということなのでだから大事なことっていうのは その速度も大事だし、あとはどういうところに注意すべきかっていうことがすごく大事になってくるということなんだよね。だから今こういう状況で走ってます。まあたい40キロぐらいで走ってる状況だよね。で、対向車がずっといるので、まあ間から飛び出してくる可能性っていうのはないから、まあ右折してくる車とかないかな。まああとはね、横断車いないかなと。 で、対向車が切れるタイミングの時に、右斜め前で今渡ってるよね。で、この場合は車間距離が十分取れてるので、そのまま通過してると。だから今の40キロのまんまでも、あの距離でここにいると、渡り切った時には、まだ届いてないので、速度を別に落としてないんだよね。だから必要があれば落とす準備はしてるんだよね。もう歩行者の確認は取れてるので、あ、渡ってるな。今渡ってったでしょ。だから今ので、 まあ今見えてて、まあ30メートル、20メートルぐらいかな。そういうぐらいな距離でしょ。だからまだ20メートルぐらいあるっていう状況になると、時速40キロで走ってれば、まだ2秒ぐらいかかるんだよね。そこに行くのそうすると、2秒ぐらいあれば渡っちゃうんだよね。歩行者。この場合も歩行者の渡ってるのが、だいたいね、横断するのにね、4秒ぐらいかかってんだよ、これ。右から左に。 っていうことはね、片側の車線を渡るのに、だいたい2秒かかってるんだよね。だから自分が認識した時点のところで、2秒経って通過できるような状況なんで、まあ、あの状態で別に速度を落とす必要もないし、あの、注意をして、落とす必要があれば落とすというようなかん、単純に準備だけして走ってるってことなんだよね。だいたい2秒ぐらいで渡ってると。ね。 な、よく見てもらうとわかるんだけど。で、まあこれね、今ちょうど、まあ夜間の暗視カメラの状況になってるんだけど、まあ下をちらちら見てるっていうのは眠いんではなくて <laughs>、あのメーターを見てると。メーターを見て速度が出すぎないようにだけチェックをしながら見てると。だけどそこばっかり見てたら前は見ないので、そのどこを見てるかっていうのはすごく大事ってことだよね。だから目ん玉がね、こう。 ね、黒目が今チラッと動いたりしてたでしょ。なんか黒目がどれぐらいこうやって見てるかっていうことがすごく大事。ただ単純に前だけ見てるっていう状況ではなかなか確認がしきれないところがあるので、自分の中でどこに注意しなきゃいけないかっていうことをきちんと理解した上で、そこが来た時にはそこをピンポイントに見てあげる。そこをピンポイントに見ることで、今この状態であの歩行者ロックオンしてたんだよね、今。だからがんね、 あの目ん玉が、黒目が動かなかった。で、渡り切った時に左の黒目をで追っかけてったっていう、っていう状況だったんだよね。だから今止めたところが、まあこうやって、まあこうやって来た時に、歩行者を認識してるので、歩行者をロックオンして、あの人の歩き具合と自分の速度とこの距離っていうのを見て、ずーっと様子を見てるんだよね。このまま渡り切るのかなって。必要だったら減速しなかんなっていうのを見てるんだよね。か急ではないので。だからあれを、 急だと思う場合もあるよね。だからそれは、この前から自分なりに注意をしてないのと、急だって感じるんだけれども、それをもっと手前から注意をしてれば、すごく準備ができるんだよね。ああ、だったらこの速度でも大丈夫だな。ああ、この速度だと速いんで減速した方がいいなと。もっと近ければね。っていうことができるから、全然急ではないってことなんだよね。 だけどあれが60キロとかだと、やっぱもうこのぐらいに行った時に初めて気づくっていう状況だし、その歩行,歩行者が渡ってくるかもっていう気持ちがないと60キロだともうほぼぶつかってしまうようなレベルだよね。だから80とか70、70とかで走れたらまあ本当に確実に当たるよね。うん。な、70ってことは1秒手前の時にかなり手前にいるわけじゃん。 ね。だいたい20メートルぐらい、1秒間に20メートルぐらい進んでしまう状況だから、歩行者が渡ろうかなって思った時に、ちょうどこの車の後ろに隠れてても、2秒、歩行者がここに来るのに2秒かかるから、だいたいね。っていうことは、あの70で走ってると40メートルぐらい進むわけ。だからこのぐらいにいる時に、ちょうどこういう状況で、あ、渡ろうって言っても、遠いからヘッドライトは届いてない状況。 で、渡ろうって言って、2秒経って、ここに来た時には、40メートル進んでるので、ここにいるわけだよね。渡り切った時に。真ん中までね。っていうことはもうここでガーンってぶつかるっていうことだよ。だからこの場合、やっぱり速度っていうのはすごく大事だよ。相手が悪くても、結果的にそういうことをしてしまう可能性があるから、じゃあどこを気をつけたらいいんですかっていうことになってくると。 だからこういうこともありますよっていうことだけは覚えておいてほしい。だから確認するポイント、そこのところをきちんと掴んどいてもらえれば、まあこういうのはね、あの事前にゆっくりと確認ができます。だから、うわー、びっくりしたっていうことはね、起きないかなと思いますのでね、ちょっとね、参考になればと思います。